皆さんおはようございます。今日も今日の一曲行ってみたいと思います。昨日はですね、お休みということで、実はハロウィン、パーティー、今月末のハロウィンパーティーでですね、ちょっとエレキギターをやるかもしれないっていう、ことでですね、来週再来週ちょっとね、そのエレキギターのオーディションがあるんですけども、その練習をずっとしました。はい、まあ、うまくできるかちょっと、頑張って練習しようかなと思います。はい、それでは今日の一曲なんですけども、今日はですね、やっと涼しくなったかなと思ったらまた今日真夏日ということで、もう一曲ね、ちょっと夏の歌、まあでもこの秋口、その夏から秋にかけての時期に合う曲なんじゃないかなと思います。懐かしいナンバーです。アンリさんのサマーキャンドルズ、行ってみましょう。近すぎて見えない奇跡があるね。広い空の片隅、二人愛し合えるこの時よ。若すぎた恋に、ああ傷つくたびに、あなただけはいつでも変わらずにいてくれたの。流れ星たちがほらこぼれていくよ。願い叶えながら人の心へ、いつまでもサマーキャンドルズ、新しい明日を抱きしめて、サマーキャンドルズ口づけで灯す。こんなに深い涙をしたの、あなたに愛されたから。夏の切なさが、ああ黄昏つれて立ち止まれば、あなたが一番優しかったわ。時の銀河に咲く白い花びら、長い髪に飾り、夢の獅子舞へ。いつまでもサマーキャンドルズ、美しい明日へ。抱きしめてサマーキャンドルズ、導いてほしい。こんなに熱い思いを知ったの、あなたを愛した時に。幾千の胸に眠ってる星が輝きを放つ時、奇跡が今二人を呼び、
つまでもサマーキャンドル新しい明日を抱きしめてサマーキャンドル口づけで灯すこんなに深い涙をしたのあなたに愛されたからこんなに熱い思いをしたのあなたを愛した時にはい、ありがとうございます。いや懐かしいですね。もう本当忘れちゃってた曲なんですけども、よくねカラオケなんかでも歌ってた曲なのかなと思いますね。ただちょっとキーをね選ぶのがまだ今日歌った感じでも僕のキーに合ってないのかなっていう感じもするんですけど、ちょっとキーを選ぶのがすごい難しかったっていう、そんな気がします。でも すごいねなんて言うんですかね、こう本当にこの当時の歌っていうのはストレートな歌詞が、ね、こんなに熱い思いを知ったのあなたを愛した時にとかね、もう普通に言ったらもう恥ずかしくてしょうがないような、そんな歌詞がこう平気で言えてた、そんな時代なのかなって思いますね。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。ケンジ02さん、いつもありがとうございます。今日のサムネ画面停止が、谷さんかっけー。そして忙しい中、初チャレンジの楽曲も素敵に、歌いこなす歌唱力ありがとうございます。コピー能力、素晴らしい才能と、研究熱心な日々の努力、本日の配信は特に心に響きましたね。あ、そうですか。伝わって嬉しいですね。恩師の話や、人生論勉強になりました。いえ、もうそんなね大した人生送ってないですけども、歌い手タニーはもちろん、人間タニーさんの魅力がさらに、増した神回です。ありがとうございます。そんなに言われてもねちょっと困っちゃいますけどね。ありがとうございます。応援させてもらえることに感謝です。ありがとうございます。城島茂先輩のモノマネ最高です。そうですか。堀さん声、いやいや無理無理ですよ。堀さん声は無理ですよ。はい、いやでも、受けていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございました。通信で、反映されないコメントの件、星拍手、キラキラ音符の4つ含まれてた文章がアウト。それを個別に1個ずつ入れたらセーフでした。普通の絵文字ですしね。前後の言葉との兼ね合いもあるのかな、謎のままです。すいません、いや本当謎ですよ。今実際このね4つが入ってて反映されてるんで本当に謎ですね。はい、でもありがとうございます。いろいろ研究していただいて、はい、ありがとうございます。朝朝さん、いつもありがとうございます。こんばんは。すごく懐かしい。歌詞名もすっかり忘れてました。この頃の歌は好きなのがたくさんです。今日は髪跳ねが可愛い谷さんでした。ね、髪跳ねてましたね。はい、もともとね癖っ気なんで、もう本当にね外跳ねしちゃうんですよ、髪が伸びてくると。はい、ありがとうございます。山下さん、いつもありがとうございます。谷さんこんばんは。そしてお疲れ様です。シャイニオンハスキーボイスに歌う彼のお声が素敵でした。良かったですよね。今日もありがとうございましたね。あのハスキーボイスみんな真似したものですよ。当時はねあのハスキーボイスがすごい流行ってたんでしょうかね。あれモンタさんとか、モンタさんの影響が強いのかな、どうなのか。まあもともとハスキーボイスなんでしょうけどね。はい、ありがとうございます。ココロさん、いつもありがとうございます。タニーさんこんばんは。
ルックシャイニーオン君が悲しい懐かしい素敵な歌ですね。谷さん歌ったことない歌すごいですまあ頭の中にはねなんとなくは入ってたので、谷さんの素敵な声今日聞けてよかったありがとうございます、腕顔焼けてますね。そうなんですよ、沈黙のパレードの、コープラスの、一つ星楽しみにしてますね。ちょっと頑張って覚えてみます、楽しみながら前向きに行きたいですね。いつも元気パワーありがとうございます、まあ逆にね僕が皆さんから元気もらってる感じなんですけど、今日はゆっくりしてくださいね。ねありがとうございます、今日も素敵な歌声お話ありがとうございました、こちらこそいつもありがとうございます。わーちゃんさんこんわーちゃんさんいつもありがとうございます、タニーさんこんばんは。この曲も知りませんでした。あそうですか、かっこつけたい俺にまたモテ曲教えてしまいましたね。あよかったですね。ぜひ覚えて歌ってください、でもとてもやないけど歌える曲ではないです。そんなことないと思いますよ。頑張って練習しましょう。はい、こういったかっこつけたい男がカラオケで歌うシリーズ楽しみに待ってます、ね、あのまた思い出したらやりたいと思います。あかっこつけたい男がこの曲歌ってたなっていうのを思い出したらですね、はい、やりたいなと思います。今日もありがとうございました、PS 城島茂のプチモノマネに吹いてしまいましたそうですかあんまり分かってないんでちょっともうちょっと極めてみますかね城島さんのモノマネ。はい、ありがとうございます、ゆかさんいつもありがとうございます、タニーさん今日もありがとうございます、80年代バラード3部作思わずタイムスリップし、今朝は不覚にも泣きそうになりました。あそうですか、20歳の娘に言わせると80年代エモい。そうでエモいですね、彼女は聖子さんにハマってるそうです、素敵な歌声をありがとうございました。多分あれなんでしょうね、僕なんかの世代だと太田博美さんとかのね木綿のハンカチーフとかあの辺がすごいエモく感じるのと同じような似たような感覚なのかもわかんないですよね。はい、まあでもそういうね昔の曲を掘り下げてくれ若い子たちが昔の曲を掘り下げてくれるっていうのはすごく嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。おぼろさんいつもありがとうございます。タニーさんこんにちはです。こんにちはです、この曲もまたシャイニーオンとこしか知らなくて、そうです、僕もそうなんですよ。僕もそうだったんです、今回のモテ男三部作、ほとんど知らないということは私は歌われてなかったということなんでしょう。残念と。いやたまたまそのねそのジャンルを歌う人がいなかっただけだと思いますよ、はい、これ側で歌われてたならきっと違う運命もあったかも。いやまだまだこれからあるかもしれないですとか思っちゃいます、改めて当時の曲ってどんな男性の曲でも高音じゃないですか。そうですね、高音っていうかハスキーな感じが多かったですよね、高音ブームというか、ね、アルフィーなんかもすごい高音ですしね、何人か一発屋と言われる方々の曲もみんなキーが高かったような。確かにそうかもしれないですね。はい、でも一発屋さんのねその一発だけの曲なんですけど名曲が多いですよね。はい、まあ今でもヒゲダンとかは高いですけど、まあ、逆に今の方が高い人が多いんじゃないですかね。ファルセットを多用する人がすごい多いような気がしますね。はい、懐かしいですよと。あとうちによくある段ボールが気になりました。アマゾンのね、はい、ハロウィン系のものをですねがですねちょっと届いたんですよね、あの段ボールの開け方ちゃんと真ん中から綺麗に開いてたのでほんま B 型って思っちゃいましたそうなんですか、 B 型はちゃんと真ん中から開けるんですか。うちは横の、ここから簡単に開けれますってとこをガーって開けるので、これでも A 型なんですけど、何の話やねんとね。ではまた拝みに参りますね、ありがとうございます。最近そうですね、ここから開けてくださいっていう段ボールも来ますよね。昨日のやつはここから開けてくださいがついてないやつだったと思うんで、真ん中からギーってやってバンって感じですよね。はい、ありがとうございます、はい、ダンボールで手切らないように気をつけてください。ありがとうございます、
ミスコさんいつもありがとうございます、こんにちは、なんと懐かしさいっぱいでした、本当今日までの3曲は外せないバラードですよねと。そうなんですよね、シャイニオン元気だとシャイニオンっていう感じですよね。オンザロック、オンザロック一息に飲んで忘れよう、シンガーソングビリー・ジョエルね。あそこでビリー・ジョエルが出てきたんだっていうのも昨日初めて知ったんですけどね。なんかビリー、まあ当時ね、オネスティとかね流行ってましたからね、ビリー・ジョエルが出てくるのが、憎いって感じ。そうですね、タニーさんの伸びやかなボイスはとても素敵でした、ありがとうございます。それに歌い回しっていうのかわからないけど、微妙な声の出し方は素晴らしいです。ビブラート、なんでしょうね、ビブラートですかね、ハスキーボイスですかね。ビブラートかウィスパーボイスかどっちかかもわからないですね。日焼けも素晴らしくされてましたが、ケアをしっかりされた方がいいかもです。今日もありがとうございますね。もう年も年ですからね、もう日焼けしたらもうシミが心配で心配で、まあ地黒なんでシミができてもそんなに目立たないんですけどね。はい、ありがとうございます。元旦那さんいつもありがとうございます。タニーさんおはようございます。すみません、ルックといえばチョコレートしか知らない確かに旦那さん知らないんですか、ルックね。当時もう本当、まあこの1曲だけですけどね、すごいヒットしたと思うんですけどね、知らなかったんですか。ああ意外ですね。カラオケとかで歌ってそうな気もしたんですけどね。はい、はい、ぜひ旦那さんもこのねシャイニーを覚えて、カラオケで歌ってくださいありがとうございます。しのさんいつもありがとうございます。こんばんは、懐かしいルックの、サックスの、チープ広石さんは、小学生の同級生で、昔夜ヒットから初恋の人のご招待で、電話かかってきた。あ、そうなんですか。その広石さんがの初恋の人がしのさんだったっていうことですかね。すごいですね。なんだかんだしのさんいろんな人こうなんかつながりありますね。すごい。夜ヒットになんか電話かなんかで出たんですかね。すごいです。何年か前にご病気で亡くなった。あ、そうなんですか、他界されちゃったんですね。いつか会えると思っていた人がもう会えなくなるのは、悲しいな。そうですね、まあ、最近だと本当円楽さんとかね、猪木さんとか、ああやってたくさん活躍された人たちが亡くなる時ってなんかその人生の儚さを感じますよね。あんだけやってきたのに死んじゃったらもう何もなくなっちゃうっていうね、なんかこうそういう儚さを感じますけど、はい、いつか、夢で会えることを祈ってます。はい、ありがとうございます。座布団さんいつもありがとうございます。口ずさんでたな、シャイニオンシャイニオン。いや、しかしうまいわ、谷さんありがとうございます。これいけると踏んで後半畳み込んでますよまあ畳み込みがねうまく歌えてなかったんですけどね。大概女は落とせそうですね。どうでしょうね、当時は歌ってなかったので、歌えてなかったので、歌ってたら落とせてたかもわかんないですね。ああ涙ですよ、本当やましいです。いや、座布団さんも歌えばできます。はいはい、皆さんコメントありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。今日はですね、これからちょっとお店の方にですねハロウィーンの飾りを、しに行ってこようかなと思います。あとですね、新潟の件なんですけど、新潟の件の詳細が出まして、30日ですね、泊まりが30日になります。なので、30日おそらく、三吉さんのシェリーに行くと思いますんで、もし来れる方はぜひ、プチオフ会みたいな感じになれたら嬉しいなと思います。
はい、それではまだまだね週が始まったばっかりですけども、今日は暑いのでねぜひ皆さん、もう暑くならないかなって思ってる方も多いと思うので、今日は暑いのでですね熱中症とか気をつけてください、水分たくさんとって。はい、それでは今週も頑張っていきましょう。ライブ配信は木曜日の夜8時からです。はい、それでは今週も頑張っていきましょう。また明日。